どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できちゃいますよ、ということで日々レッスン動画、簡単レッスン動画公開しております。今日も始めていきますよ。本日は G ラブウクレレのブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていきます。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできますからね、ぜひチェックしてみてください。さあ、本日のテーマソングはですね、こちらです。ドン、小田和正さんのラブストーリーは突然に行きましょう。この曲、はい、この有名曲ですから、もちろんガズレレ YouTube でかつて一回取り上げてるんですよ。2018年の4月だったんで、もうね、かれこれ 5,6 年前ということになるんですけど、今回ですね、2023年バージョンということでかなりパワーアップしてかなり濃厚なことになっております。モリモリ歌っていきましょう。さあ、いつものようにね、解説していきますけど、2バージョンでいきます。まず最初は初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはね、こだわりまくったいろんなリズムとフレーズがグッとこう詰まってますからね、ぜひやってみてください。はい、皆さんまずは音楽始めましょう。さあ、今のところでちょっとお勉強してもらって、これから自分の手でどんどん音楽生み出しちゃいましょう。さあ、レッスン入っていきますよ。小田和正さんのラブストーリーは突然に、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。 1,2,3,4 マサさんのラブストーリーを突然に、シンプル簡単バージョンやってみました。もう説明不要なんでしょう、このもう猛烈ラブソング。いやー、あのドラマを思い浮かべたりですね、あの時代を思い浮かべたり、まあとにかく
エモーショナルな感じが吹き上がりますからね、感情が。はい。楽しんでくださいます。今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガゼレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に2番のところのパートと、最後のエンディングのね、繰り返しのところがカットされてるんですけど、まあまあ、一応主たるところはですね、このガゼレレ簡単アレンジバージョンで表現されております、表現されていると思いますんでですね、まずはガゼレレの簡単バージョンから練習スタートしてみてください。慣れてきたらですね、コード進行1番書き出して2番の歌詞を書き加えて、みたいな感じでオリジナルのね、楽譜を作ってフルコーラスにもぜひ挑戦していただければと思いますが、まずガズレレで練習を始めてください。ガズレレ動画には歌詞とコードが出てますから、それに合わせてゆっくりウクレレで練習してもらって、まず1個目のゴール設定としては簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できたら素晴らしいと思います。この曲は結構皆さん歌はですね、もう本当にバッチリな方多いでしょうから、あとはねコードとこのリズムのバランスだと思いますから、はい、楽しんでやってみてください。一緒にできるようになったよという方おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのやっぱりちょっと難しいということで、やっぱりね楽譜を見ながらですね、やっぱりしばらく練習していただいて、何回も何回も楽譜を見て練習しても覚えちゃってですね、いずれは大空に向かって夕日に向かってこの曲を歌うとか素敵だと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるのということだと思いますが、安心してください。今の演奏はですね、はい、こちらになります。ガズが手書きで書いたこのノート、このノートを見ながら今演奏していきました。はい、もうちょっとしたらカメラにこんな風に映してみんなもこんな風に書いてみたらいいやーって言ってシェアしようと思うんですけど、今とてつもなくいいサービス始まってますんで、これガズクラブちょっと紹介させてください。このガズクラブは毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたラブストーリーや突然2023年改訂版を含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な数のノート楽譜の中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このねガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習してていただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。ラブストーリーは突然に、小田和正さんの名曲、2023年改訂版の、ガズレレ新しいバージョンでございます。パワーアップしております。見てもらうと分かる。最初ね、これね、このイントロのギターのね、チャカチャーンというやつをちょっと再現してます。ね、ちょっと小技ですけど、チャカチャーンってやりますからね。シンプル簡単バージョンはジャジャーンってやった感じですけど、ね、で、こっから前奏もちょっと長いんで半分の後半からになってますけど、こんな感じで。ここの前奏のところはワンブロックちっちゃくなってるんで、ここご注意くださいね。はい。こんな感じで進んでいって、ここ、でん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 で、ここね、フレーズが入ります。これかっこいいバージョンでバッチリかっこいいく決めてるんで、ここご注目ください。ひとまずシンプル簡単バージョンは上の段をこうやって弾いていったと、ということですね。で、ここにこう下の段にくるっと囲ってコードが変わってます。F メジャーする。これね、下に囲ってるのはかっこいいバージョンではこのコードを使ってきますよという感じで。あと、ここにこのワンブロックコード4つの決めみたいなのが出てきたりとか、いろいろあります。下の段はかっこいいバージョンと覚えておくといいかもしれません。ひとまずはですね、こうやって映しておくのでですね、一時停止して、ノートなど後に書き出していただくか、それが今紹介させてもらったガズクラブでこのガズの手書きノートをゲットしてもらうのめちゃくちゃ有効です。ちょっとガズのノートの特徴なんですけど、ここ見てもらうと、このここに V があったり、このなんか点がついてたりするじゃないですか。これタイミングが分かるようになってるんですね。ちょっとやってみましょう。ワンツースリーフォー、うん、給付から始まります。ワンツースリーフォー、うん、何から伝えればいいのか、うん、
わからないまま時は流る。こんな感じですね。これ給付なんですよ。これがわかるのと、あとね、歌詞カードには出てないこの伸ばすところとか、このワンブロックに対してのこの歌詞の位置関係でかなりですね、わかりやすくなっております。まあ、この通りに書いていただいてももちろん同じ効果ですけど、ガズのノートをダウンロードしてもらったらすぐね、それが体感できると思いますので、ぜひガズクラブもご活用ください。お時間ある方はゆっくり書いてみましょう。一時停止。まず A メロまで。OK。A メロ終わったらサビです。これがもう超激アツなサビですよ。で、ここですね。このでん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 でやって、本当はここから2番が始まる。2番が始まるんですけど。はい、ここはガズレレオリジナルショートカットアレンジ。ここでもうブリッジパートなんですけど、ちょっとここご注目。ここのブリッジパートのこの2行はワンブロックちっちゃくなってますから、ちょっとここをご注目してください。これね、ちょっとかっこいいバージョンでも解説しますけど、ここでかなりリズムのね、雰囲気が変わるんですよ。なんでここ一応1234、1234という感じで、ワンブロックちっちゃくなってるということをちょっとご認識いただいて、かっこいいバージョンではここのリズムがですね、結構特徴的なんで、後でまた解説していきますけど、コードとか決めとかもね、かっこいいバージョンでいろいろ出てきますから、はい。こんな感じで映してください。そして、ここでこう、こんな感じでどんどん決めていって、で、ここ、サビの2ですね。君のために翼になる。はい。これも超熱いです。で、ここまでやったら、今度またサビ1に戻ります。はい。はい、ここですね。あの日あの時やって、それで2回目やったらもう最後のエンディングのね、ここにもう来ましたよと。エンディングのこうギターソロみたいなのちょっと口ずさんで、で、Am で終わる。これがガズレレアレンジになっております。はい、ぜひやってみてください。じゃあ出てくるコードの解説。ちょっと今日場所なくなっちゃったんで、ここの赤いのはね、これかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、この文字で記した、これを説明したいと思います。言っていきます。C と Am と F と Dm、D7、G7、Em7、E7。結構いっぱい出てきます。1,2,3,4,5,6,7,8 個のコードですね。はい、今日出てくるのはこの入門コード8個なんですけど、これね、簡単コードばっかりなんですよ。いっぱいあるけれども、簡単です。入門コードです。はい、入門コードといえばこれ、ドン。ガズレレ必須コードのグループのメンバーになっております。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたい人に覚えてもらいたい。最初の10個のね、入門コードのグループ。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードだから超簡単。だけど、いっぺんにドンと覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。概要欄に貼ってくるの貼っとくんでね、10個の入門コード、ガズレレ必須コード覚えちゃってください。はい、じゃあですね、かっこいいバージョンの解説も早速ここからどんどん入っていこうと思います。かっこいいバージョンでは1個だけコード追加。F メジャー7です。これとちょっと特徴的なコードで、3弦と4弦の5フレットをこんな風に押さえる。弾いてみます。いい響きなんですよ。これがめっちゃいい響き。ぜひこのコードね、可能だったらちょっと押さえてほしいんですけど、ただここ5フレットあるんでね。距離が結構あるじゃないですか、こっちの方とね。で、こう、すごい結構移動距離があるんで、まず意識して、僕はここに絶対たどり着くぞ、みたいな感じで、ピッとこうね、結構頑張って、パシッとこう、いけるイメージを持つといいと思います。あと、この指で押さえるのをおすすめしてて、例えば、この後 Em7 だとすると、F メジャー7の後、コード進行 Em7 だとすると、ここまで戻んなきゃいけないじゃないですか、こんな風に。その時に、ちょっとこの人差し指が先行しているだけで、ちょっと戻りやすくなるっていうような効果があるんで、この指で押さえるといいかな、というふうに思います。まあ、もちろんこれでもいいですけどね。はい。ちょっとなんかいろんな工夫してみてください。F メジャー7を使ってやっていきましょう。で、今日出てくるリズムなんですけど、今日はね、ちょっとね、基本的にはこの、8ビートのチャが主体なんです。なんだけど曲を聴くとですね、ギターのカッティングはね、もう完全なる16ビートなんですね。なんでこれは、ドラムは、ドン、タッ、ツッ、タッ、みたいな、この8ビートっぽいんですけど、そこでギターがなんか、ほんとは、なんか16ビートのファンキーなカッティングとか入ってきて、迷うとこなんですけど、まあ、ここはウクレレで気持ちよく弾くということを、ま、セレクトして、8ビートのノリでやっていこうと思います。なんですけれども、今日ね、8ビートのチャの他にここに書いてあるんだけど、8ビートのチャが半分というか、16ビートのチャというか、このね、絶妙な、リズムが登場するんですけど、まあ、いわゆるダウンビートというふうにガズが言ってるやつで、例のブリッジのとこです。今、君の心が、ここはですね、リズムがドーンと落ちて、ちょっとね、ゆったり感が増すんですけど、ここをですね、説明するときにですね、こう16ビートのチャとか、もしかしたらアイランドビートというリズムも参考になるかもしれない。まあ、参考になるのは16ビートのリズムなんですけど、一応リズムの取り方としては8ビートということで、ちょっとややこしいかもしれないんですけど、あんまり言葉じゃなくて、この後解説を見てもらった方が逆にいいと思いますね。まあ一応参考として、8ビートのチャと、まあダウンビートで16ビートのチャ、
というような表現にしとこうかなというふうに思いますね。はい。あとはね、疾走ビートっていうのがちょっと一瞬入るかなという感じです。はい。今映ってるあのリズムの解説、ひとまずですね、概要欄に貼ってあるウクレレのリズムいろいろというところに、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされているので、リズムよくわかんない、やったことないなという方は、そこでちょっとご確認していただきたいんですけど、ちょっと順番で解説をしていきましょうと。はい。じゃあもう早速イントロから順番通りいきましょう。最初のね、あのギターのカッティングがすごく印象的だというふうに、まあ言われていて、前回のレッスンではそこを触れてなかったんで、ちょっとこれはまあ、一個のね、こだわりですけど、ちょっとやってみましょうか。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。はい。こういうカッティングが、チャカチャーンって入ってるんですよ。これ、チャカチャーンみたいな感じ。一瞬ですけどね。まあ本当にこれ、C で、ダンダンダンってやってるだけ手首柔らかく。入っていこうかなと思います。はい。で、普通にシンプルに、これね、難しいのが速くなりすぎちゃうところはダメなんですよ。なんで、ゆったりした8ビートみたいなやつ。ちょっと余裕がある感じでやってください。で、このところの最後のところでフレーズがあります。あの印象的なベースのフレーズを完全再現。で、前回のね、2018年の時も解説してるんですけど、今回かなりね、あの、いい感じで、あの、改訂アップロードになってますので、ちょっとやってみますね。後半から、あ、じゃあ最初から行こうか。せーの、じゃーん。これやりたいでしょ。何から伝えれば入ります。この印象的なあのでん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 で、このフレーズ聞きましょう。どうやってやってるかというと、まず Am に注目です。 Am っつったら4弦の2フレットを押さえるじゃないですか。で、ここ4弦だけで弾けるフレーズなんです。ちょっとやってみますよ。今4弦の数字を口で言いながら押さえていきますけどね。2222254222G7 です。わかった？もう一回ゆっくりやる。これ簡単ですから、せーの、222254222G7 です。はい。で、このリズムなんですけど、ここがまあ疾走ビートというか、チャが入らないね、ダダ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 ウンとアップの繰り返しで、こういう刻んでいくということです。これかっこいいでしょ。これ大発見でした。ちょっと今のイントロの後半からいこうかな。次です。3、はい。優しく。ないからつった。はい。このフレーズの時はちょっとボリュームを抑え気味にする方がかっこいいですからね。はい。ぜひこれトライしてみてください。4弦だけでできるイントロフレーズと感想にも入ってきますけどね。はい、そしてここから A メロに入っていきます。ここの A メロもさっきのイントロと同じで、あんまり速くない、絶妙なミドルテンポの8ビートのチャです。せーの、ないから伝えれば、F メジャー7出てきますから。はい、ここはもう淡々と気持ちよくこうドライブしていってください。で、多分もうすぐ雨も止んで、降ったり、たそがれ、ここでワンブロック4つで決めっぽくいこうと思います。そっから行って、多分もうすぐが、せーの。多分もうすぐ雨も止んで、降ったり、次です。ダー、ダー、ダー、ダー。E7、Dm、C、E7。はい。ここ決めですね。ワンブロックコード4つで、E7、Dm、C、E7。はい。ここからあの日あの時なっていきます。ここのサビも速くならないように要注意ですね。はい。で、僕らはいつまでも見知らぬ二人のまあまあの時に、またあのフレーズ入れましょう。イントロ出てきた。はい。で、ここからあの問題のブリッジパート、今君の心が動いた、ここがですね、ダウンビートというふうにカズが呼んで、リズムがどんどん落ちるんですけど、これね、参考になるのが16ビートのチャというか、アイランドビートに近いかもしれないです。ちょっとひとまずやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。今、君の心が動く。こんなリズムなんですよ。ドンドク、チャカツク、ドンドク、チャカツクです。なんで、これアイランドビートっていう説明のほうがない。アイランドビートっていうリズムあるんですよ。ちょっとウクレレでできるリズムのいろいろのところね、さっきの概要欄に貼ってあるところに、それ見てもらいたいんですけど、ちょっと C で練習してみると、これが
がアイランドビートというふうにガズレレが言ってるビートなんですけど、ここまで跳ねてない感じ、まあちょっと跳ねてるんですけど、そういうイメージを持っててもいいかもしれないなと思った。で、ここのところでフレーズがちょっと入ってきます。その先やってみますね。今君の心が動く、ここだんだだんだん、はい、ここは C を押さえたまんま2弦の013です。はい、C を押さえたまま2弦のダンダダンダン、このタイミングが大事ですよ。ダンダ13、両方ともアップ13は、はい、これちょっとじゃあ最初からやってみましょう。せーの、ザン、今君の心が動いた、ダダンダン、言葉止めて肩を寄せて、ここであんま早くなっちゃダメよ。僕は忘れないこの日、また同じ意味を誰にも、次 G7 でダダ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 の後決め、ワンブロックコード4つで G7 Em7 FG7 です。はい、ダーダダ、せーの、ダン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 、君のためにとサビ2に入っていきます。ここちょっとね、ブリッジパートのところ、ここリズムがドーンと落ちる16ビートのチャとかアイランドビートみたいなどっしりしたノリで行きたいわけですね。ここがちょっと特徴的かなというふうに思います。ノリとしてはだから16ビートに近いですよね。ドンつっとバカつっとドンつっとバカつっとドンつっとダンつっとダンダダンダンドンつっと、この大きいノリ、ぜひこの10、まあ、参考になるのは16ビートだね。でもカウントの仕方としては8ビートの中ってことなんですよね。はい。で、あとはですね、君のために翼になるみたいなのも、ここから繰り返しになりますから、はい。1回目のサビと同じような感じで決めて、で、今度またもう1回サビに戻って最後エンディングになって終わっていくという、そういうようなガズレレオリジナルの構成になっております。で、あと、あの日あの時って気持ちよく高いから、思いっきりこう熱唱してるうちに、その歌に引っ張られてまた速くなっちゃうという要素も出てきますと。いやー、でも、これはもう名曲ですから、もう物にしましょう、皆さん。はい。で、もう、説明不要でしょうけれども、もうドラマの世界観とかの時代感、じっくり味わいながら、感情たっぷりで歌っていく。これを忘れてはいけません。はい。そういうことを、こう胸に抱いていきましょう。小田和正さんのラブストーリーは突然に、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4。あの日あの時あの場所で君に
Yeah. せーの。小田和正さんのラブストーリーは突然に風れれるかっこいいバージョンやってみます。これはですね、いやーこれはぜひものにしたい一曲ですね。もうなんかもう本当説明何にもいらないですよね。どれだけこれが気持ちがいいか。なんかもう本当にご体感ください。はい、お知らせですけれども、ガズレレの本が、はい、出てますよ。ソングブック5リットミュージックから出てる新しい本、100曲入りボリューム満点、例えばアマゾンとか本屋さんとか楽器店さんでゲットできると思います。ちょっとチェックしてみてください。あとですね、このアプリ出してんすよ。ガズレレではガズレシピというアプリがあって40曲の新しいブロックが追加になっております。アプリなんてあるのし分かんなかったという方はこの後ちょっと解説しますね。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。アマゾンとかあと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですね、ガズレレではねウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これね本当ガズレレ楽しんでいる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はね、このガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに写ってる水引きだとか、こういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて、人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね、笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。